はい、どうも皆さんこんにちは。ケーケルド部長のパトリーです。はい、ということでね、今回から早速、曲を練習していきたいなと思います。今回やるのは、ケッシュジグといって、もうアイリッシュセッションでは必ず演奏されると言っていいほどのね、定番中の定番、有名な曲を一緒にやっていきたいと思います。じゃあまず僕がね、最初から最後まで全部通して、実際にセッションとかで演奏されるぐらいの早いテンポで演奏してみるので、まずは聴いてください。こんな感じの曲です。今はね、すごく速いテンポで、あと装飾音っていってとか、こういうね、ピロピロした音を付け加えて飾りの音を入れて演奏してたんですけど、まあこれはもうちょっと先の話になってくるので、まずはゆっくりやっていきましょう。まあね、僕も6年ぐらいかれこれもうアイリッシュ演奏してるんですけど、でもやっぱり最初はね、僕だけじゃなく誰でもみんなゆっくりからじゃないと絶対吹けないので、まあ、それはどの楽器だっても同じだと思うんですけど、まあ最初からね、そんな早いことをできるわけはないので、地道にコツコツやっていけたらと思います。はい、じゃあね、早速やっていきたいと思うんですけど、この曲、A パートっていうのと B パート2種類パートがあるんですね。最初の前半部分が A パートで、後半が B パート。この A パートを2回繰り返して、それから B パートも2回繰り返して、でこれで1曲なんですね。これが1曲。アイリッシュの曲って結構短い曲が多くて、短いスパンのフレーズの曲が多くて、でこれを何度も繰り返すことでセッションをね、回していくというような、そういう形の曲が多いです。はい、ということでね、じゃあまずは、A パートの1小節目と2小節目、ここから、もう区切って、細かく区切ってやっていきましょう。ゆっくりやっていくので、まずはね、見てください。まず、1小節目2小節目を僕が吹きます。これでね、音色をアップしてお見せしておくので、楽譜がね、読めないよって方も、ちゃんとこの音詞を見て、見ながら真似して、演奏できるように、練習できるようにしてあります。それから、楽譜読めるよって方は、ぜひ、この動画の概要欄のところにね、楽譜のリンクを貼っておくので、そこから楽譜をダウンロードしてもらって、で、それを見ながらやってもらうといいかなと思います。はい、じゃあやっていきます。シラララシレというこういうフレーズです。じゃあね、この指を見ながら一緒にやってみましょう。僕が1,2,3というので、そしたらそれに続けて僕と一緒に吹いてください。はい、じゃあいきますよ。1,2,3。どうですか？もう一回やりましょう。1,2,3。はい。レの部分は、これは2オクターブ目のレなので、1オクターブ目のレとは違って、左手の人差し指だけを離して演奏してくださいね。運指をまだちゃんと覚えきれてないって方は、一つ前の動画の、運指とか構え方とかを解説している動画があるので、それをもう一回見て、練習し直してみてください。はい、じゃあもう一回いきます。1,2,3。もう一回だけやって次に行きましょう。1,2,3。はい、どうでしょうか。ちょっと僕の楽器が詰まってたのがちょっと治ったかな。
はい、じゃあ次に行きましょう。次は3小節目と4小節目です。まずは僕が吹くので聞いてください。ちょっと難しいですね。ゆっくりやってみましょう。1、2、3。もう一回やってみましょう。1、2、3。ソの音がね、2オクターブ目のソがちゃんと鳴らないよって方は、多分息の量が、息の速さというか、が足りてないと思うので、もっと鋭く、トゥーとね、タンギングを入れて、しっかりやってみるようにしてください。じゃあもう一回やって次に行きます。1、2、3。この曲、ジグというんですけど、ジグ、あ、キッシュジグって言うんですけど、ジグというのはリズムのことです。リズムの種類のことです。例えばワルツって言った時に、ズンチャッチャー、ズンチャッチャーというこういう3拍子のリズム、1、2、3、2、2、3というこういうリズムがあると思うんですけど、こういうリズムの種類と同じで、ジグは、これは8分の6拍子というリズムなんですね。8分音符が6つ並んでいるリズム、並んで、1小節を作っているというリズムなんです。で、さらにこの 6個の8分音符を分けるとすると、最初に、3つ8分音符があって、で、後半にもう3つ8分音符があってという、3つ3つの関係でできているのがこの8分の6拍子なんですね。なので、タカタ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 という、そういうノリを意識してみてください。3つごとの単位というのを意識してやってみると、分かりやすくなるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、続いて、その前に、A パートを最初から通してみましょうか。まずは、ソらしいからですよ。ソから始めます。この音詞です。はい、じゃあ行きます。1、2、3。どうでしょうか。もう一回やりましょう。もう一回やったら次に行きましょう。1、2、3。そしたら次の A パートの5小節目と6小節目をやっていきましょう。はい、じゃあまず聞いてください。あれ？聞いたことないですか？これ、僕今ね、1小節目と2小節目吹いたわけじゃないんですよ。5小節目と6小節目なんですけど、これ、楽譜見てる方はね、わかると思うんですけど、1小節目、2小節目と全く同じフレーズなんですね、ここまで。だから、さっきやったことを、もし覚えてる方は、ここもね、簡単に吹けるんじゃないかなと思います。1回だけやって、次に行っちゃいましょう。ここはね、もうスラッといきます。1、2、3。覚えてる方も多そうですね。まだ覚えられてないって方は、この動画ね、動画なので、全然巻き戻してもらって、
やってくれればと思います。それからね、同じく動画なので、ちょっとペースが、その演奏するテンポがね、これでもまだ早い、まだついていけないっていう方は、これも動画なので、YouTube の下の歯車があるじゃないですか。そこから再生速度を変えることができるので、0.75倍速とか、0.5倍速とか、自分に合ったテンポに、変えてやってみてください。はい、じゃあこの動画ではね、先に進んじゃいます。今度は、7小節目と8小節目ですね。ここをやったら A パートが終わります。じゃあまず聞いてください。これもちょっとだけ聞き覚えありますよね。7小節目のところが3小節目とすごく似ています。3小節目の時には、最後の音がミレレソレレだったんですけど、ここ7小節目ではミレレソレシーと下がるんですね。ここの1音だけ違うのがポイントです。でも他は、その前の5つの音は全く同じなので、できる方も多そうですね。やってみましょう。7小節目、8小節目、つなげていきます。1、2、3。いきます。1、2、3。この最後の「それ」ってこの「れ」の音は実は、A パートここで終わりなんですけど、もう一回 A パートに戻るんですよ。なのでその時の布石というか、何でしょう、つなぎの音なんですね。なので、まあ、なくても大丈夫です。レは最低音なのでね、ちゃんと全部塞ぎきれないと、ちゃんと音が鳴りませんので、まあ、それに不安がある方は、なくても全然大丈夫です。一応、この動画ではね、入れてやってます。はい、じゃあ、もう一回だけやって、はい、次行きましょう。1、2、3。で、このつなぎの音なので、というふうにね、A パートの最初に戻ってくるという感じですね。はい。はい、ここまでどうでしたでしょうか。A パートがこれで完成しました。はい、おめでとうございます。ということで、じゃあ、A パートを最初から通してみましょうか。やってみましょう。1、2、3。本当はね、ここで A パートをもう一回繰り返すんですけど、ここまで。それから言い忘れてたんですが、3小節目、4小節目かな？の時に、このミレシレシラ、ここが、この指の動かし方がね、全部というか、ここだけ離しただけで、他全部押さえる。それから、この人差し指だけにする。この動きがね、結構難しいと思います。なので、これ、替え指があります。4小節目ですね。
という火曜日があります。何をしたかというと、シの音を吹いている時に、シってこの運指なんですけど、ここを右手の3つを全部塞いでも、シなんです。音変わらないんですね。はい。なので、レの運指がこれじゃないですか。そしたら、ここを変えてあげるだけで、レーシー、レーシーってできるんですよ。これを使ってあげると、ちょっと移動が楽になるんじゃないでしょうか。じゃあ、この火薬指を使って、もう一度やってみましょう。頭から通してみますよ。1、2、3。もしかしたら4節目の最後の時に、でこの右手を残してるまんまラを吹くと、こういうふうにちょっと低い音がね、ラよりもちょっとだけ低い音が鳴っちゃってる人もいるんじゃないでしょうか。そうなんです。シの場合にはこれを右手をね全部塞いでいても音は変わらないんですけど、ラになっちゃうと音がね、少しだけ下がっちゃいます。半音とまでは言わないけど、少し下がっちゃうので、ラの時にはこれは外すようにしましょう。はい。という感じで A パートがここで完成しました。はい。じゃあ次はね、B パートをやっていきたいと思います。はい。じゃあ B パートの1小節目と2小節目、まず吹いてみるので弾いてください。ここもシとレの連続があるので、これも火薬指が使えますね。シレシレというね、この火薬指が使えます。はい。じゃあ一緒にゆっくりやってみましょう。1、2、3。はい。もう一回。いいですね。これ火薬指使っていいよって言ったんですけど、あまり使いすぎてると後々もっとテンポが速くなってきた時とかにちょっと大変になってしまうかもしれないので、あんまり依存しすぎないようにはしましょう。まあ、使ってもいいんですけどね、使えっていうのか使うなっていうのかどっちなんだよって話かもしれないんですけど、まあ慣れるまではね、まあ、これでもいいよ。だけど、まああんまり多用しすぎると速くなってきた時に難しくなってしまうかもよっていう、はい、ぐらいで捉えてもらえればなと思います。はい、じゃあもう一回いきます。1、2、3。い、どうでしょうか。いいですかね。じゃあ先に進みます。B パートの3小節目と4小節目、ここをやっていきます。まず聞いてください。一緒にやってみましょう。1、2、3。ここでも同じようにシとレの、繰り返しがあるところがあるので、火薬指が使えますね。はい、じゃあもう一回。
1、2、3。いいですね。もう一回だけやって次に行きましょう。1、2、3。はい、どうでしょうか。じゃあ5小節目と6小節目いきます。これも、さっきの A パートと同じでB パートの1小節目、2小節目とすごく似ているので聞いてみてください。はい、これも楽譜見てもらえるとわかると思うんですけど、B パートの2小節目の最後の音が、2小節目だと最後の音がですね、ミソミレシソ下がってるんですが、この、6小節目の時にはミソミレシレ上がってますね。ここの1音だけが違います。他は全部同じなのでここもサクッといきましょう。はい、じゃあ一緒にやりましょう。1、2、3。最後は例です。もう一回だけやって次に行きます。1、2、3。はい、良さそうですね。じゃあ、次に行きましょう。次で、曲最後です。曲が全部終わります。 B パートも終わって曲も全部終わります。はい、じゃあまず聴いてください。ちょっと音が高いから難しそうですよね。息をたくさん早く鋭く吹いてやってみましょう。はい、では一緒に1、2、3。はい、この最後の例の音も、これも同じように、さっきの A パートと同じように、B パートの頭に戻るための、流れを作るための音なので、つなぎの音なので、まあ、あってもなくてもというような感じですね。まあ、ここでは入れてみましょう。はい、じゃあもう一回いきます。1、2、3。はい、息がね、苦しそうですね。今はまだ運指をね、一つ一つ確認しながらやっているというような感じで、結構ゆっくりなテンポでやっているので、息が続かない時がね、多いと思います。これ、早くなってくると、もっと息継ぎの自然な場所とかがね、あるにはあるんですけど、ここで吸わないといけないっていうのはないんですよ。ないんですけど、まあ、ここの方が自然だよねって、こっちだとちょっと不自然な吸い方になっちゃうねっていうのがあるんですけど、まあ、今は、ゆっくりやってるところなので、どこで吸っても大丈夫です。まあね、この辺は後々やっていきましょう。苦しくなったら全然吸っちゃってください。はい、じゃあもう一回いきます。もう一回いって、B パートを通してみましょうか。はい、じゃあ、いきます。1、2、3。はい、では、B パートを最初から通してみましょう。はい、じゃあ C、C、レ、C、レからいきますよ。1、2、3。
もう一回だけやったら、今度は頭からね、A パートの最初から通してみたいと思います。もう一回だけ B パートを通しましょう。1、2、3。はい、どうでしょうか。できましたでしょうかね。はい、じゃあ、ここで曲が全部できたところなので、今度は A パートからね、最初から通してやってみたいと思います。今まではあの僕が皆さんと多分同じティンホイスルで吹いてたんですけど、これだとね、変わり映えがしなくてつまらないので、今僕ね、ローホイスルっていうのを持ってきました。ティンホイスルのちょうど、2倍ぐらいの長さの楽器なんですけど、その分ね、1オクターブ音が低いので、皆さんが1オクターブ、これ僕の1オクターブ上でハモるみたいなね、形でセッションしましょう。よいしょ。運指はさっきのティンホイスルと全く同じなので、この僕の運指を、見ながら真似してもらえればなと思います。はい。じゃあ A パート最初からやってみましょう。今度は、A パートも B パートも2回ずつ繰り返してやってみますよ。はい。じゃあ行きましょう。1。2、3。はい、どうでしたでしょうか。ちょっとね、長く吹いたのでね、息が疲れてるかもしれませんが、
僕最後に、そうの時に、ってやってたんですよ。気づきました？これ、フィンガービブラートって言って、ちょっとこれだけね、装飾音ではないんだけど、まあ装飾音に近い感じのね、やってみたいと思うんですが、簡単なんでね、そうの運指をした状態で、この、右手の中指の穴、ここを、まあ、全部塞がなくていいんだけど、ちょっとだけ浮かせて、ちょっと触れてるみたいな感じで、こうやって、わー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 ってやってあげると、普通に吹くと、なのが、これをやると、でね、わー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 、こういうビブラートがね、ビブラートっぽい効果が出るので、まあちょっと、できそうな人はやってみてください。はい、ということで、ここまでやってきたわけなんですけど、ちょっとだけテンポを上げられますか？できそうな方はでいいんですよ。まだ難しいよって方は全然大丈夫なんですけど、できそうな方はちょっと挑戦してみましょう。少しだけテンポを上げます。ソソソラシラララシレぐらいの、こんぐらいのスピードでやってみましょうか。できる人はチャレンジしてみてください。はい、じゃあいきますよ。1、2、3、2、2、3。来られたかな、どうでしたでしょうか。はい、ということで、まあ今回はね、この辺で終わろうかなと思うんですけど、はい、今回結集ジグという、ジグというね、8分の6拍子のリズムの曲をやってみました。どうでしたでしょうか。ね、また、次回の動画で、やりたいと思うんですけど、今度は、新しい曲であったりとか、今回扱わなかった装飾音とかね、簡単なものとかから、やっていけたらなと思うので、もし続けたいなという方はこの先の動画もぜひ見ていってください。ということで今回はこの辺にしましょう。ありがとうございました。じゃあまた次の動画で。